今日も今日とて毎度おなじみの東京上野に来ております。実はね、最近私もとても忙しくなっちゃいましてね、もうね、すごい個人的な話で恐縮なんですけど、ここ最近もう忙しくて忙しくてね、もう死ぬほど忙しかったんですよ。もうなんか夜寝る時間こう削りながら、まあ、一生懸命仕事して、でまだやらなきゃいけないことはもう両手に数えるぐらいに残ってまして、もうやだなって感じなんですが、まあ、本日2020年の、7月の21日なんですけども、まあ、とりあえずですね、目下のところ締め切りがあるとかそういうね、終わらせなければやばいという仕事は全部終わりまして、まあ、やらなきゃいけないものまだこんだけあるけど、とりあえずまあ現実逃避できるかなというようなところまで来ました。で、じゃあせっかくだからもうね、忙しくて食べるものもね、もうご飯炊いて、でご飯に梅干し乗っけて日の丸弁当みたいな、結局金とかあってもね、変わらないんですよ。生活が忙しくてご飯作る時間もないから、そんな暮らしばっかりしてるんですけども、じゃ あ,、まあたまにはね、仕事終わったし打ち上げパーッと何か食べようということで、今日はね、東京の名物うなぎを食べに行きます。去年も土用の丑の日の動画出しましたけどね、いや今年はあんまり遠くまで行くことはできませんが、東京ちょうど住んでいるここはうなぎが名物、まあ、いろんな美味しいうなぎ屋さんがあります。で最近ですね、自転車を買いましたんで、まあ、これにカメラをくっつけてですね、もうちょっと高くして、まあ、皆さんに自転車で東京の中をうろうろしながら、いろんなうなぎ屋さんを巡ってテイクアウトしてうな重バクバク食べるという動画を見ていただこうと思いますんで、まあ、ちなみにね、どういう理由で東京の名物がうなぎなのかと言いますと、うなぎというのは江戸時代にちょうど江戸湾、まあ、その周辺に川とかもいっぱいあって、うなぎがたくさん登ってきていっぱいいっぱい取れたそうです。で現在の東京でうなぎが取れるのかっていうと、別にうなぎが取れることはないわけなんですけども、それでもね、昔江戸のいろんなところでうなぎ売ってて、まあ、明治になってもたくさん売ってましたんで、そのうなぎ屋さんが今でも残っている、だから老舗のうなぎ屋さんが多く東京の名物というわけです。難しいな、自転車はバス停に入らず左の歩道へ、自転車レーンがあるっつってもね、おっかない話だ。だからまあ簡単に言えば、昔名物だったものがそのまま残っているわけでして、じゃあどういうところに行けばその古いお店が残っているのかというと、まあ、江戸時代の頃から栄えていたようなところに行けば、大体ですね、うなぎの名店というのはあります。まあ、日本橋終点とかに周辺とかに行けば間違いないのかなと思いますけどね、今向かっているのはそっちではなく浅草です。浅草も多分あるでしょう。まあ、せっかくだからね、浅草行くには浅草通りまっすぐでもいいんですけども、かっぱ橋道具街ってのはね、ちょうど上野と浅草の間にあって、東京のまあ一つの名所なんじゃないですか。食品サンプルとかね、それから食べ物系の道具、そういうのをねたくさん売っているところで、みんな当然の権利のようにね行動に踏み出して、そのまま商売してますけど、ここの提灯屋さんはね、ここだけはちゃんと良心的なところだったけど、もう大体がこういう風にはみ出してるからな、これいいのかな、良くはないと思うんですよね。多分ね、警察からの指導とか入んないのか、黙認されてるのか、警察組織に何か渡してるんですかね。ここもギリギリ行動にははみ出してない良心的な店だ。他などね、道の脇にバイクなんかも置いてあるもんですから、大変ですよ通過するのが。これ何だったかな、結構立派なあれですよ、そうそうそう、東本願寺ね、立派なお寺もあるんですよ。まあ、本願寺の裏を過ぎるとほどなくして浅草、雷門で一番ですね、雷門通りの終わりのところへ着くんですけども、あ、早速うなぎ屋があるなと思ったけど、まあ、閉まってしまってるっていうのもそうですが、これ多分ね、うなぎ屋じゃないな、これな、やつめうなぎ本舗って書いてありますけどね、やつめうなぎっていうのはね、私お魚マニアだから知ってるんですけど、魚のような形をしているんだけれども魚でもなく、まあ、見た目もかなり気持ち悪く、食べるようなものでもないとかですね、まあ、食えるのかもしれないですけど、多分そういうなんか薬の材料にするような魚みたいなやつ、まあ、とにかくね、気持ち悪くて愛くるしい生き物ですんで、まあ、興味のある方は調べてみてください。この道まっすぐ行けば雷門の目の前です。なんかあると思うんだよな、もんじゃ焼き、そば、まあ、ここら辺もね、東京の名物として有名。 あったあった、うなぎ屋さんあったあった、もう当然のようにありましたけどね、多分浅草に10軒とかそれ以上あるんじゃないですか、もうすごい数あると思いますが、ここが浅草の一番端のところです。うなぎやっこって書いてあるな。店の前に公衆電話ありますけど、公衆電話の名前にもなるぐらいですから、うなぎやっこ前ですって書くぐらいだから、私全然この店について知らないけど、地元の名店なんでしょうね。でね、とりあえずうなぎを持ち帰りで買ってきましたよ。3300円ぐらいでしたかね。
何気なく適当に入ったブラッと入ったあの店ですけど、まあ、どんな歴史があるのかなと店の中に入ってね、でうなぎ開けるまで待たされている間に調べてみたんですが、よく来るお客さんに勝海舟とかあとジョン万次郎とかそういう人が来たと、創業200年、そんなことが書いてありましたね。やっぱどこ入ってもなんかそんなもんなんですよ。あ、またそこにもうなぎ屋があるな。 あそこにもうなぎ屋ばっかりだ。コロナの影響でお客さんは随分少ないなんて言ってましたけど、さすがに今日はいつもよりは多いんじゃないですか。うなぎを焼く匂いがねずっと漂ってて、焼けるまでにも随分待たされましたけど、なんか江戸時代の文化でね、うなぎが焼き上がるのをせかすのはそれはもうやぼったい行為であると、あまり粋ではないというふうに言われてるそうです。だから私もね待ってました。20分ぐらいかかったかな、もうちょっとかかったかもしれないな、まあ、店の中に昔の展示とかあったんで飽きませんでしたけどね。でまあやっぱり問題なのはね、じゃあその買ってきたうなぎをどこで食べるかってことなんですけど、まあ、さっきのお店で結構待ってたからな、そのまま出してもらって食べちゃってもよかったんじゃないかと思うんですが、テイクアウトするに越したことはないでしょ。みんなマスクしないでおしゃべりしながら食べてるわけですから。雷門の前も過ぎて、とりあえずもう当面まっすぐ行って隅田川のあたりで食べればあんまり人もいないでしょうし、座る場所もあるでしょう。人力車も大変ですよね、こんな状況でも歩合制で商売しなきゃいけないんだから。タクシーよりさらにきついんじゃないかな。自転車は降りて通行しましょうって書いてある。法的に降りなきゃいけないことはないとは思うんですけど、まあ降りてほしいよ。だからまあやっぱり食べるんならね、この辺り隅田公園とかがいいんじゃないかと思いますけど、うな重の一番安いやつ、なんかこれが一番焼くやつでは安いですよって言われて3300円とかだったら、そのぐらいだったんですけど、ちゃんと漬物もついてるわ。当たり前ですけどまだあったかいですね。そうじゃなくて困る。備長炭塩継ぎ足してどうこうとかね書いてありましたよ。これがあれだな、あのうな重ですけども、美味しそうなんですけどね、あれがなんかもうみんな羨ましがってタレの匂いに反応して、もううわーっとものすごい勢いで動き回ってこれを狙うのでよくありません。だから美味しすぎて風もあるからね、冷めないうちに食べてしまいます。あ、まあ美味しいね。焼き加減もいいし気が利いてますよね。でこのお土産タレ、私はまあタレはどっちかというと多い方が好きですが、もともとうなぎの蒲焼きが江戸で流行ったのは、まあ一つにはですね、このタレの醤油文化、まあそれがあるそうでして、大江戸の名物と言いますと天ぷらとあとはお蕎麦かなと思うんですが、天つゆにしても蕎麦つゆにしてもうなぎのタレにしても、まあ醤油がベースになってると。で割とここから近いところにあるね、あの千葉のどこだっけ、なんか松戸とかね、あの柏とかなんか大体あの辺り野田とかその辺だったと思うんですけども、そういうところですね、いっぱい作ったお醤油をあの江戸に運んできて、で江戸っ子のそれが下にあったもんだから、まあみんな大喜びして食べたということでございます。すごい柔らかくて美味しいんですけども、美味しそうには見えないね。本当に美味しいわ。これ梅だったらいいですよね。なんかうなぎのあの松竹梅っていうのは基本的に味が変わるとか、うなぎの質が変わるわけではなくて大きさが変わるだけらしいですよ。まあなんでもね、この隅田川昔は本当にたくさんうなぎが取れたそうでして、もうそれはそれはもう取り放題でものすごい数だったそうですよ。うなぎというのは珍しい魚でも何でもなかったそうです。またそうなってほしいなとも思うんですけどね。でこの辺りでたくさん取れたうなぎをすぐ川辺のところに並べた屋台で売って、焼いたものはですねそのままあのぶつ切りにした状態で丸い輪っかにして食べると。だからまあこういう風に開いて売るようになったのは江戸時代も終わりの頃で、もう1800年代に入ってからとかどうもそれぐらいだったそうです。でそれまではもう本当にぶつ切りの、まあ見た目で言えばフランクフルトとかそういったものに近いような感覚だったんじゃないかと思います。実際ねコンビニであのフランクフルトなんか売ってますけれど、多分金銭感覚的にもまかなり安い食べ物で高級品という認識はなかったんじゃないでしょうか。ね、去年もうなぎ食べ放題ツアーってやりましたけど、やっぱこれあれだな、食べてるとねだんだんなんかこう食べれば食べるほど食欲が湧いてお腹も減ってくるんですわ。だから一回食べてそれで終わりにするなんてよくないね。どうせ食べるんだったらね、あの2の3度続けて食べた方がすごい贅沢してるって感じがする。
うなぎってのは美味しいんですけど、こうだんだんね、うな重の端っこの方まで行ってなくなってくると、すごく寂しい気持ちになるんですよね。あ、もう食べ終わっちゃう、残念だな。一日に何度も食べるっていうことを去年もやりましたが、この後も何度も何度もまだうなぎたくさん食べられるぞと思うと、食べ終わるその寂しさがだんだんなくなってきてね。いや、これ素晴らしいことですよ。私もね、そんなに頻繁にうなぎってのは食べませんけど、まあ、どうせだったら一度にたくさん食べて、まあ、その分頻度を減らすとかね、そんな食べ方でもいいんじゃないのかなと思ってます。あんまりたくさん食べるのもうなぎに悪いのかなって思っちゃうところはあるんですよね。最近絶滅危惧種ということになりましたから、その分もしかしたら値段は上がってるかもしれないですけど。じゃあこれ最後だ。うな重もね、結構四角い入れ物じゃないですか。四角い入れ物だから、なんかこれで最後みたいな、あ、落ちちゃった、拾いますけども、それが分かりやすいになって、落ちると危ないからすぐ食べちゃう。それでね、全部食べ終わって入れ物がこういう風に綺麗になるじゃないですか。あ、これ食べきったな、この感覚がまたうなぎを食べる一つの醍醐味なんじゃないかなと最近思っています。だから私としてはうなぎを食べる回数を多くしたらいいんじゃないかなと思いますけどね。大きい特上とかのうなぎを食べるよりも、まあ、一番安い梅とかそういうやつでいいから、まあ、それをね、たくさん食べる、特上1個食べるんじゃなくて梅2つ食べるとかですね、そういう風に舵を切るとうなぎの味の喜びをもっと感じられるんじゃないかといつも思っています。うなぎがうますぎて、ね、いつも忘れてしまうんですけども、必ず山椒がついてますんで、かけりゃよかったなと、全部食べ終わってからようやく気づくわけです。食べてる間うまいうまいうまい、ずっと最後まで飽きることなく食べ尽くしてしまいますからね。で、それからですね、追加で忘れてはいけないこの漬物ですけども、この土用の丑の日にうなぎを食べることが奨励されているのは、うなぎを食べて精をつけましょうということなんですが、その精をつけるためにですね、うなぎを十分に消化してしっかり体の中に取り込む必要があるわけですが、まあ、それにこの奈良漬けのお酒の成分がいいそうです。これが消化を助けてくれて、うなぎを体の中までまあ実際に染み渡らせてくれると、まあ、本当かどうか分かりませんけども、そういうわけで大体の場合はうなぎはですね、こういう奈良漬け漬物などとセットで出されるということになっています。で、また昔はですね、江戸時代の話ですけれども、まあ、うなぎ屋が、うなぎを焼いている間お客さんが待ちますので、待っているお客さんに対して、漬物を出すということが、まあ、いつもの恒例のパターンになっていました。で、その漬物というのはうなぎ屋に入って最初に口にするものになるわけですから、やはりうなぎ屋としても美味しい漬物を出したいということで、うなぎと直接の関係はありませんが、うなぎ屋の漬物は大体基本的に総じて美味しいそうです。実際美味しいですよ。まだ奈良漬けの方は食べてませんけど、確かにね、普通の奈良漬けよりなんかさらに随分お酒が濃いような気がする。まあ、店特有なのかもしれないですけど、日本酒漬けって感じが、日本酒の味がしますわ。奈良漬けも歴史を感じる味で美味しかったんですけども、まあ、ただね、よく考えたらあれ飲酒運転になるんじゃないか、私自転車で来ましたんでまずいんじゃないかと思ったんですが、まあね、どうもアルコールの量で言えば問題ないみたいです。60切れぐらい食べないと飲酒運転にならないってなんかネットに書いてありましたけど、ただ現実問題として結構アルコールがね、強そうな奈良漬けでしたんで、あれを食べて酔っ払ってしまうって人もいるんじゃないかと思うんですよね。だから奈良漬け食べるときは気をつけないといけないな。まあ、私は大丈夫だと思うんですけどね。前に飛行機に乗った時にね、シャンパン飲みませんかって、2杯ぐらい飲んだことありますけど、特になんか酔っ払うっていうことはなかったもんな。まあ、酔っ払うっていう感覚は味わったこともないんですけど。そしたら浅草からはですね、隅田川に沿って南下をする国道6号線、もう大変主要な道路です。江戸通りに乗って今東京方面、日本橋方面に向かってますが、飛ばすよりはね、自転車の方が早いんですけど、つってもこれは怖いからな、追い抜くわけにもいかんな。路上駐車の車がいるんだ。排気ガスが熱い。これ行っていいのかな。難しいところですよ。車の影から人がポッと出てくるようなこともあるからね、よく気をつけないといけません。あれ、自転車で左に入ってってもいいよな。怖いんですけどね。左折するわけじゃないからな、このバスは。で、先に抜ければいいと思いますが。バスの前を走ってもおっかないだけでいいことはないからね、のんびり進もうと思います。最近はね、東京の都心ではもうこんな立派な自転車レーンみたいなのが用意されて大変助かってますよ。まあ、それでも路上駐車とか、それからバスとかがいるんで 100% これでまっすぐそのまま進めるってことはないですけど、またバスの横はちょっと嫌だけどな。まあ、運転手さんとさっき目配せして挨拶したんですが、これならいいか。
これは楽でいいよ本当に、自転車専用、車もこっちまでは入ってくる心配がないしね。ああいうのがないところだともう常に後ろから車がやってくるんじゃないかって、もう数秒おきに後方確認しながらじゃないと本当に怖くて走れないですよ。こういうところもまた困るんですよね、どうしてもね。あ、よかったよかった、左折じゃなかった、そんならいいわ。それからまあ少し走って今昭和通りという道と当たるところまで行きました。でここから少しだけ昭和通りを進みますが、江戸時代はねここになんか川が流れてて、で左側に武家屋敷がずらっと並んでいたそうですよ。だいたいこの辺りがまあ日本橋というところです。この武家屋敷が並んでいた跡地と思われるところにですね、割とこの辺りで有名なうなぎ屋さんがあります。行ったことありますけどね、あの接待とかで使いがちなんじゃないかな、そういう感じの雰囲気でした。私も覚えておこうかなと思ったところですけれど、青になるかな。これですね、あ、本日土用の丑の日書いてあるわ。江戸時代には武家屋敷がありましたので、もともとここで営業していたわけではありません、まあ、どうもね、さっき私があの飛ばすがいますねとか言って走ってたあの辺りで昔は営業してたらしいんですけれども、まあ、戦争が終わった頃にこの場所に移転してきたそうです。なんか一時的に浅草にあった時代もあるとか聞きましたけどね。立派なこんな紙があるけど、これはあ、日本うなぎ協会が配ってるやつなんだな。江戸時代からの老舗だと聞いています。お、いいですよねこれね。もう今日はすごいですよ、びっくりするぐらいの混み方でね、あのまあ当たり前っちゃ当たり前なんですけども、どうも1年で一番混んでるみたいです。もうお客さんが次から次へと入れ替わり立ち替わりでね、あのいつもはもう接待やるような感じのそういう雰囲気のね、まあ、ちょっと半分個室になったような部屋が並んでるんですけど、そこが大にぎわいでね、もう雰囲気がまるで違いました。お店も繁盛で結構なことです。店の人に、まあ、もうお忙しそうですねって聞いたらね、いやもうほんとバタバタしてすいません、まあ、ともかくそれでもあの焼けるのに時間かかりそうだったんで、あの大体どれぐらい時間かかりますかねというふうに聞いて、でまあ、あの公園でね待ってて後で取りに戻ろうと思って、で実際そうしたんですけども、あのそしたらもう忙しすぎたみたいでね、あの今何時ですかというふうに、ね、聞かれましたよ。私の時計見せて、あ、じゃあ大体6時半ぐらいになったら、まあ、実際6時半に行ったらねできてました。もらった折り詰めがこれですが、外側はなんかビニールに包まれてるみたいですけど、立派なこういう紙に入ってね、かなりしっかり弱いだな、どうやって開ければいいのか分かりませんが、よしよし、あの大江戸さんのねお店の中にすごい張り紙があってですね、まあ、昔の江戸時代のやつだと思うんですけど、うなぎ屋さんの番付、まあ、昔は何でも番付に従ったようですが、それで西の前頭だかなんだか、すごいあの偉いところまでねあの入ってましたよ。こうやって開ければいいのかな、あのこんな感じでですね、あのなかなか大きな、さっきよりもいいやつで頼みました。あのさっき3300円で値段で決めるのもあれですが、あの一番安いやつをさっき注文しましたが、今回は下から2番目ぐらいのやつ、特上ではないけどね、これで4000円、海月というやつです。海月って確か今月の7月のことを言うんでしょ、あの梅雨で雨が降ってね、それで、手紙書くぐらいしか、まあ、やることがないということだと思うんですけども、ちゃんとねこれですよ、あのお弁当の中にですね奈良漬けなどもきちんと入っております。もうこれがうなぎの定番で、なんかね、大江戸うなぎのしおりって書いたんですが、裏に読みづらい字で書いてあります。まあ一応読めるわ。うなぎの召し上がり方、当店は常にうなぎの最高級品を、心がけております。お土産になさったかば焼きは湯気の上がった蒸し器でかば焼きの、芯まで温め、ある程度に、1、2分の間蒸していただくと一番美味しくお召し上がりいただけます。まあ、書いてあるな。感じて、ここから先はなんとかの風味があります。あー、なるほどね、あんま長く入れておくとあのこの入れ物の檻の香りがついちゃうってことなのかな。あ、なんかどうこうとか書いてあるわ。まあ、ともかくすぐもらってきましたので美味しいはずだ。うなぎ茶漬けにしていただいても、美味しいですよみたいなこと書いてあるね。食べましょう、こんなでっかいうなぎですよ。これ4000円、店の中スイスから店で食べてくれよかったんじゃないかって気がする。最近テイクアウト需要がね高まってるようですけど、みんなテイクアウトになっちゃって、逆にテイクアウトしないお客さんが随分少ないようです。うん、で2時間もそれ前に1時間前ぐらいに食べたばっかりですけど、飽きないわ。うまいうまい、じゃんじゃんかけて食べよう。
花より団子って言いますよね。みんな何車線もある幹線道路と首都高の目の前で食べるようなもんじゃないと思いますけど、あの土曜の丑の日にね、サラリーマンのタバコ吸う休憩所みたいになってる公園で首都高の音聞きながら4000円のうなぎ食べる人間は私一人だと思うんですが、こんなの気にならないぐらいうまい。要するに逆にこういう素晴らしい環境にいくら身を置いたとしてもうまい食べ物の方に気を取られてしまうというのが花より団子という言葉の、ね、意味だと思うんですけども、首都高&昭和通りよりもそんな音がもう全く気にならなくなるぐらいにうまい大江戸のうなぎでございます。このうまいわな。当たり前なんですけど客が多いからです。特に品物が悪くなってるとも思えないわ。さっき言いましたね、あの店は何度かね行ったことあるんですよ。日本橋界隈で仕事した後にねちょっと寄ったりとかねしちゃうことがあるところなんですが、うん、食べ始めるまでお腹がいっぱいあったんだけどどんどん減っていくわ。無限に食えるとはこのことなの。お腹壊さないか心配ですけど、きちんとその代わりに消化を助けてくれる奈良漬けもついてる。いいですね。あのままあそこの公園でね全部食べようと思ったんですけども、ちょっと電話が来てですね、それから急いで仕事しないといけないということになりましたんで、まだ半分残っております。もう今ね夜の9時15分とかになってんですが、ここに山椒残りの半分はかけるのちょっと忘れてたから、でさっきよくよく考えてたらまだタレもつけてなかったんですよね。山椒とタレを両方ともたっぷりかけるっていう食べ方は美味しいのかな。何事もバランスだと思うんですけど、まあせっかく全部あるから、これまた大江戸秘伝のタレっていうやつじゃないですか。タレの作り方ってのはやっぱ人に教えない方がいいかな。まあとりあえずまずはそのまんまこれだけでいくか。温めは残念ながらうちには蒸し器がないので電子レンジで温めてみたんですけど、どうですかね。あ、ご飯もちょっとね硬くなってしまったけど、うなぎの方が美味しいわ。勢いよく仕事してですね、お腹が減ってきましたんでガバガバ食べたいところなんですけど、骨にだけは気をつけないとね。うなぎの骨って結構喉に刺さるじゃないですか。実は刺さってるわけじゃなくて、ただ喉に傷がついただけらしいんですけど、せっかく美味しいうなぎ食べたのね、後で喉がずっとこう痛くなって何日も気になるっていうのも嫌ですから、なんか今だと喉に傷がついたら分かんないけどコロナとかになりそうだしね、注意して食べないとな。よし、こんなどっちゃりかけちゃった。こんなにかけていいのかな。タレの味しかしないかもしれないけど、あ、いいね。大江戸の方がタレが少し甘いみたい。まあどっちかというと浅草のあっちの最初に行った店の方がねしょっぱいっていう感じなのかもしれないけど、まあこれで体力をつけても今年の夏はその体力を使う機会があんまりなさそうですから、それが残念なことですが、テレビもなんかやってましたね。さっきやってたんですけど、うなぎはすごい売れ行きがいい今年はね。コロナでみんなお家にいるから食べ物は豪華になりがちのようですよ。うなぎ屋の方は大変だろうから、スーパーとかそういうとこのうなぎが儲かってるかもしれない。じゃあこんな感じで、本当はねもう一箇所神田の菊川っていう店があってね、そこも有名なんでそこも紹介しようと思ったんですけど、今回はここまでとさせていただきます。どうもありがとうございました。いや、まあうなぎじゃんじゃん食べてくださいっていうのは高級だけど現実的じゃないと思うんですけど、食べるときはね、2回連続で食べるといいと思います。半分の頻度で2連続で食べるといいんじゃないかな。満足できますよ。どうもありがとうございました。